2017年バルセロナテロ攻撃事件は、2017年8月17日16時50分頃にスペインのバルセロナで発生したテロ攻撃事件である。2017年8月17日16時50分を爆破する計画もあったとし、今回のテロは大量殺人以外にも文化浄化も拡作していた可能性が示唆されている。本事件を受けて、 スペイン首相のマリアーノ・ラホイ・ブレイは急遽首都、マドリードから現場があるバルセロナに駆けつけ、イスラムの過激思想に基づいたテロだと語った。また、日本の安倍晋三内閣総理大臣は、首相官邸を通じて、心からの連帯を表明すると、ラホイにメッセージを送信した。ありがとうございます。